暴力の話ですので、嫌いな方はごめんなさい。どこでもそうなのかもしれませんが、私がよく使うスーパーでは、個人で注文した品を個別で受け取れるコーナーがある。いわゆる取り置きとは違って、先払いで届く日に注文書の控えを持って商品を取りに行く。私家では、食パン1幅と牛乳を注文しているんだけど、それをドロされかけた。注文したパンと牛乳を受け取って、サッカー台で別に買ったものと一緒にエコバッグに詰めてたら、子連れ泥が声をかけてきた。泥、それ、とっても美味しそうね。私、ああ、どうも。泥、私も、パンよく食べるのよ。私、泥、牛乳だって、泥子ちゃんたくさん飲むのよ。偉いのよね。泥子。この辺で泥臭がし始めたので、ストッポを抜き歩き出そうとすると、突然大きな声で。泥、ああ、どうしよう、間違えて違う牛乳買っちゃった。交換してくれない？そういった泥の手には、88円くらいのミルクが握られていた。私、嫌ですよ。店員さんに相談したらいいじゃないですか。泥、あらあら私ったらうっかり。食パンも間違えちゃった。おいおいマジかよ、と思うそばから、私のエコバッグに手を伸ばす。私、ちょっと何すんの。とバッグを寄せると、ぐっと引っ張り、泥が宙をまさぐり始める。泥、あたしが買ったやつと交換しよう。こいつバカかと思った瞬間、自分でも驚くほど冷静になっていった。私、やめてください。泥、いいじゃない交換するだけだし。私、やめてください。泥、黙って渡せよこら。泥は態度が豹変。暴れる一歩手前で人を殴るような仕草を始めた。私、誰か助けて。泥棒です。私が叫んだので、泥ついに発狂。私に向かって突進してきた。これは正当防衛だよなと判断したので、溝落ちに肘鉄して、パンプスのビールですねを削るように踏みつけ、顎の下にパンチ配管と思いチョップした。キャラリーが黙って見ていた中を、牛乳瓶が割れる音が響いた。うぐぐっとうなって、泥がしゃがみ込んだところを、店員さんが確保。泥は事務室に連れて行かれ、私も、牛乳の片付けを、手伝ってから事務室に行き、騒がせてしまったことを謝罪しました。私に関しては、防犯カメラの映像を見ていた店長、見てたなら助けに来いが、すぐに解放されました。店員さんとは顔見知りだし、常連だったのも幸いしました。泥は近所で、だかりおばさんと呼ばれている基地らしく出入り禁止になったと報告がありました。牛乳は、店長さんが弁償してくださって、翌日届けてくれました。泥とは、家人を殴ったのがドキュン。カメラが証拠になると分かってた上で殴ったのも、いささか計算高かったなと反省しています。今思えば、私が、いかにも、凹凸の扁平な垂れ眉顔だったため、舐められたんでしょうね。